皆様、おはようございます。こんにちは、こんばんは、トサン TV トサンでございます。さあ、本日も始まりました、トサン TV 安全保障ニュースでございますが、本日は、ホンジュラス大統領選挙。ではります。えー、ホンジュラス大統領選挙、今日中に結果が出ない可能性もあったので、ほんと、一本取ったんですよ。で、明日出す予定だったんですけれども、おちょっともう急展開がありまして、えー、もう勝利宣言が出ました。なので、えー、 今撮ったやつは、明後日にしたいと思いますね。ロシアが北方領土経済特区にしたけど、全然企業集まってませんというのと、ちょっとですね、見てくれる方だけの秘密のニュースというところは、明後日ということになります。本日は、ホンジュラスの大統領選挙ということなんですけれども、リアルタイムで追ってます。撮影は11月の29日も午後3時ぐらいになってますけれども、勝利宣言が出てしまいましたので、お届けをさせていただきたいと思いますが、今回なんでホンジュラスの大統領選挙が非常に重要かと言いますと、ホンジュラスというのは台湾と国交のある国。台湾は国のある国、 国がもう15しかありませんまだ15もあるではなくて、もう15しかないんですね。なぜかというと、もうここまで減ってくると、一個一個国交がなくなるたびに、ドミノ現象が起こる可能性がもうあるんですね。なので、ホンジュラスが、台湾と国交を断交して、中国と国交を結びます。他の国もバーッとドミノ現象が起こっていて、台湾が完全に孤立しまう、してしまうと。台湾の国民がこれじゃいかんということで、国民党を選んで一国二制度を引かれてしまうと、もう台湾は中国のものになります。 日本の新連が完全に中国にせき止められるということが目前に迫ってきている。それを占う上での非常に重要な選挙ということになりますけれども、勝利宣言が出てしまいました。えー、確かな数字で終えていたのはこちらになりますね。はい。えー、得票率16.1%現在。そして、今回の目玉になっている方が、このカストロさんという女性の方です。 フルネームはシオラマ・カストロ・デ・セラヤさんという方。実はこの方の旦那さんがセラヤ大統領、以前大統領をしてました。ところが憲法改正をしようとしたところで軍事クーデターに遭いまして、国外に逃亡します。亡命してしまって、2011年にもう一回戻ってくるんですけれども、ホンジュラスの憲法の規定上、大統領をした人はもう一回大統領選には出れません。一回しか大統領できないんですね。 ということになっているんですけれども、この方の奥さんが立候補して台風の面になりました。で、このカストロさん奥様の方なんですけれども、え、一応ですね、選挙公約の中に、自分が当選したら即座に台湾との国交を断交して、中国と国交通商関係を結ぶということを明言しています。なので、今回大きな事件ということになりますが、ちょっと続きを行きましょう。で、 えー、現職の大統領エルナンデスさんと同じ党だと思いますが、その方がナスリー・アスフラさんという方、この方が34.01%。この方が当選した場合は、台湾との国交をそのまま維持するというふうに見られておりました。これが開票率で16.1%時点です。 で、この時点でもうツイッターではカストロさんを応援する市民の方たちがもう勝ったということでお祭り騒ぎをしておりました。で、その後もですね、どれぐらい進むのかなということでツイッター等を含めましてリアルタイムで追っておりましたところ、今から30分ぐらい前に全国選挙評議会 ですね。ホンジュラスの選挙評議会のサーバーがサイバー攻撃に遭いましたという情報が飛び込んできました。ここで結果が止まってしまうのかなと思っておりましたが、そこから十数分後にカストロさんの勝利宣言が出た。で、この評議会のおそらく事務員さんだと思うんですけれども、こんなものをツイートに上げました。これですね、えっと、おそらく開票率が40%ぐらい進んだところの実際の 画面だと思います。作業している画面だと思います。これをツイッターに上げてきました。それでいきますと、カストロさんが82万4862票で、得票率53.52%。で、アスフラさんが52万2615票で、得票率33.91%で、開票率がもう40%、16%から40%まで進んだにもかかわらず、得票率がほぼ変わっていないということで、カストロさんがもう、 絶対勝つだろうというところで勝利宣言をしたんだというふうに思います。これが今現時点分かっているところなんですけれども、バイデンジャンプ的なものがなければ、おそらくもう、あの、逆転の目はないカソロさんが取るというふうに思います。ホンジュラスの一般市民、特に貧しい方々ですね。えー、ホンジュラスの16.5%が1日あたり1.9ドルで生活しているというふうに言われています。1.9ドル。これは電気代とか全部全部込みで。 えー超極貧なな国なんですねそういう生活をしているのでそういう一般の方々にとってどっちがいいのかというのはちょっと今回を脇に置かせてください。日本の安全保障にとってどうなのかというお話をしていきたいというふうに思うんですけれども。 え、このホンジュラスの大統領選挙というのは非常に注目されておりました。私もものすごい注目していた。しかしですね、このカストロさんが優勢なんじゃないかという、そういう、まあ、早くからの予想がありました。台湾はかなり悲観的だった。こんな感じですね。もう9割方台湾はホンジュラスと断交になるだろうということを台湾の専門家は言っていた。そして、そんな中中、中国はこんなこと言ってたわけですよ。これ人民日報になりますけれども、中国の外交部ですね。 台湾独立に善とはない。金銭外交は行き詰まるということで、えー、ホンジュラスの、えー、大統領選挙に金銭で介入するんじゃないってことを言ってたわけですよ。どの口が言ってるんだっていうことを中国はこのホンジュラスの大統領選挙に向けて台湾にこんなことを言っていたということになります。で、これを知っていたので、もうメラ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 来ていた。で、注目していてリアルタイムで追っていたということになりますけれども、どうやら、 カストロさんが勝ちそうだというところ。じゃあカストロさんが大統領になった、初めての女性大統領になった暁には本当に台湾と断交して中国と国交を結ぶのかというところになりますが、こちらご覧ください。はい、これロイターでございますけれども、大統領選の本当にちょっと前、本当にちょっと前にアメリカの国務省の高官がホンジュラスに行っております。 で、両候補と話をしているんですね。おそらく国交の問題で話をしに行ったというふうに思います。で、一応時系列でいきますと、このですね、公約というのは結構直前に出てきたんですよ。要するに中国と国交を絶対結びます、すぐ結びますっていうのは直前に出てきて、その前、6月ぐらいにカストロ陣営がどういうことを言っていたのかと言いますと、中国を重視して中国の巨大な市場に、 参入していって、みんな豊かになりましょうっていう程度だった。国交というところまで踏み込んではいなかったんですね。それがですね、やはり直近になりまして、国交を結ぶということを言い出した。で、この背景には何があるかと言いますと、2020年、去年ですね、コロナで経済が低迷している、ただでさえ貧しい国なんですよ。コロナで経済が低迷している、さらに2つのハリケーンが直撃しました。 えっと、エータというのとイオタというハリケーンなんですけれども、ホンジュラスというのは場所はこちらなんですね。アメリカ大陸の真ん中、中米と呼ばれるところにありますけれども、中米3カ国というふうに言われますね。ホンジュラス、グアテマラ、エルサルバトル、中米3カ国というふうに言われますけれども、これがホンジュラス。ここにハリケーンが、まあ、ズドーンと2週間ぐらいしか間隔空いてないのにぶち当たってしまったものすごい大きいやつが。で、 1000万人の人口のうち400万人が被災するっていうものすごい状況をこうむってしまったんです。当然日本のジャイカラなんかも動いて支援をすぐに始めておりますけれども、まあ経済的なダメージは非常に大きい。なので今回はこのハリケーンからの復興、経済の問題であったりとか、あと汚職の問題、貧困の問題というのが、まあ一周になっているわけですね、この選挙の。 というところで、このカストロさんというのは経済的に豊かになるんだというところを標榜するあまりに中国に軸足を置くような宣伝活動を行ったというふうに思います。そこに先ほどのアメリカの国務省が来て、その後、カストロさん本人ではないんですが、カストロさんの側近の人が何を言ってるかというと、中国との国交を結ぶか否かというのは最終決定ではないということを言いました。これが一番最新の情報ということになります。 最終決定ではなくて、なぜかというと、アメリカとの関係が深くて、アメリカから支援をものすごい受けている国なんですよ。なので、アメリカとの関係も考えて、えー、その利点と不利益の部分っていうのをちゃんと考えた上で最終決定をするので、まだ最終決定として中国と国交を結ぶわけではないですよというのが、 直近で出ている最新の情報ということになります。それでも台湾は悲観的になっているし、中国はもうもらったといったような様相を呈しているということでございますね。で、このホンジュラスという国というのは、世界で最も治安の悪い国と一時言われておりました。そこからですね、2015年以降ぐらいからずっと治安は回復してきております。で、その治安の回復を手助けしたのも、 アメリカということになりますね。アメリカの支援で治安が回復してきた10万人あたりの殺人被害者というのを統計があるんですけれども、2016年、世界で4番目でした。1番はシリアなんですけども、それはシリア内戦やってるから、シリアが悪いということになりますけれども、第4位だった国なんですね、ホンジュラスは。で、ホンジュラスの第2の都市は世界で1番になったことがあります。世界中で内戦やってんのに、内戦やってないホンジュラスの第2の都市というのが、 世界で一番治安が悪くなった。そういう国なんですよ。で、貧富の格差も非常に大きな国です。以前、ジニ係数という数字を紹介させていただきました。貧富の格差を示す数字0.4が警戒ライン。0.4を超えると、いつ暴動が起こってもおかしくないよ。0.5に到達した日には、もう今暴動が起こってもおかしくないという、そういう数値なんですけれども、2016年17年あたりのホンジュラスのジニ係数0.5です。それぐらい、 治安がが悪い、いいつ暴動が起こってもおかしくなななような国なんですね。ちなみに中米3カ国、ガテマラは0.48、エルサルバトルは0.4ということで、この中米3カ国というのはいつ暴動が起こってもおかしくないよというそういうエリアになりますね。ちなみに2020年の中国の辞任係数0.474です。中国もいつ暴動が起こってもおかしくない国ということになりますけれども、 えー、今回ですね、カストロさんがこれで政権取ります。本当に中国と国交を結ぶのかというところ、鍵を握ってくるのはアメリカの関係ということになりますね。新米路線を取るということになれば、おそらく思いとどまるんじゃないかなというふうに思いますが、えー、カストロさんの政策としてアメリカと距離を置くという政策を取っていくということであれば、もちろんそういう政策を取れということを中国が水面下で俺たちが支援するからってことをやってると思います。そっちの方を取ってしまうということになると、 断交トミノが始まる可能性があるということとなると旦那様セラヤ前大統領というのはどういう人かということなんですがこの方は就任当時新米でしたところがですね原油価格が上がって石油の価格が上がってしまった時にその後のインタビューでアメリカも、まあ、ヨーロッパも欧米が助けてくれなかったって恨み節を言ってるんですねでその時にどうしたかと言いますとベネズエラに接近していきました ベネズエラに接見していくということをして、南米の、まあ、石油なんかの機構に加盟していくっていうことをしたんですよ。で、この人はクーデターが起こってからそこを脱退して、結局、あの、米州機構っていうアメリカ大陸の、あの、なんですね、国際枠組みがあるんですね、米州機構っていう。そこを軸足にして新米路線を取るんですけれども、えー、うん、そこの恨み節が旦那さんにあるのでちょっと危ないかなという気がしますね。で、その恨み節を言い始めたぐらい、 えー、ベネズエラとかと距離を縮めたぐらいから非常にですね、えー、ポピュリズム政策を取り出したという,ふうに言われています要するに貧しい人たちですねっていう人たちに対してメッセージを出し始めて階級闘争みたいなことも言い始めているということが、まあ、研究論文なんかでもあの出てましたね研究結果としてそういう論文も出ていたで奥様が現在どういう政策を打ち出しているのかというと民主・社会主義にしていくって言ってるんですよ民主・社会主義。 なので、またベネズエラ寄りになるということも懸念されますし、民主、社会主義ということになると、いわゆるですね、特色ある民主主義っていう社会主義か、ってやつですよね。我が国の特色ある社会主義っていう、中国の言ってるやつですよ。もしこういうものを、え何と言いますか、手本にしているような部分があるということになると、非常に危ないな、ということを思います。で、 今のところですね、勝利宣言もしましたというところなんですが、確定ではないので、サイバー攻撃が本当にあって開票が止まっているということになると、また続報が出てくるというふうに思います。もしこれが大きく変わるような続報が出てくれば、また当チャンネルで続報を作ってお届けするということになりそうですけれども、今現在この時点で、 台湾の断交ドミノが起こる可能性がある我が国のシーレーンが赤く染まる可能性が出てきているという重篤な状況になっているというお話でごございました本日もご視聴ありがとうございました。